ならない。皆さんから見たらどんな風景が見えてますか？いえ、谷川武志郎が、いえ、髪の裏から、いえ、裏から、うららかな春のこんな豊かな、こんな光、感じたりする近い、距離にいたりする、いたり寄ったりじゃない、一人一人が違う、一人一人が光る、一人一人が全然違う、そんな生命体、まだまだやってこう宣言したい、いや、こうやってさ、俺たちは変幻自在、いや、このままやりたいこと山ほどあるのにさ、それがなんでできないの、おじさんと聞かれても、それはお兄さん、こちら、こうやって俺たちはこうやって本物っぽいなって言われることをやろうとしてる、いや、いや、いや、こんな一旦無面が光ってるようなこんな妖怪現れた、いや、このまま俺たちは波のにさらわれたいつかの気持ち、沈没船、それは沈黙せず、いや、ちゃんと、いや、胸の中にあるからこそそれに火をつけて、ちゃんと爆発着火剤、いや、まだまだ、いや、やっぱやりたいことはまだまだあるのにさ、それができてない自分の現状、それをちゃんと恨んで、ちゃんと掴んでいく、いや、次、いや、彼は何をやるのか、いや、俺には全くわからないですけど、とりあえず、いや、ずっとずっとラップは続いていきますよ、ワンツーワンツー、いや、外に出て何をやるの、俺はわからないけれどもやってみようと、いや、やってるぜ、こんな音楽と音とと、いや、いや、こんな絵画のつながりは、いや、いや、何をやってるのかはわからないとは言わせない、いや、いや、いや、俺たちの世代、いや、このまま出会い、いや、この世界まだ出会ってない、でかいものを追い求めたい、いや、いろんなとこでメタファーじゃなくて俺たちははめたがる、いろんな、いや、既成概念そのまま見せかけ、いや、ワンツーワンツー、いや、いや、たけしろう、いや、これから何やんの、俺は全然わからないけども外に行った彼、いや、外からの光、いや、それに、いや、合わせてラップしてます、いや、いろんな出会いがあればいいなと思ってここにやってきました。ヒップホップで言えばジャズとは全く無関係と思われがち、やけどもさ、一定のリズムに乗せるなら全然セッションできる、いろんな人今日は来てるの知ってるよ、初めて会う人もいっぱいおるんやろうけども、とりあえずまだまだ、いや、壁越えて今まで出会ったことなかったなって人をつなげていく、それが一番楽しいんじゃないですか、音楽って。音を楽しむと書いて音楽、音を学ぶじゃないことに本当に未だに感謝しています。誰が決めたんか知らんけども、昔の人マジでありがとう、こうやって感じ、いや、やっていこうぜ、いやいや、谷川武志郎、いや、こうやって今日は、いや、いろんな表現やってるぜ、いや、長野正隆、俺たちはこうやってさ、ここまでおさらばじゃない、いろんな人の心の中まで伝える、いや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 、ブワーブワー、小林さん、ありがとうございます。お騒がせしました。はい、よっしゃ。
ブです。はい、谷川武志郎、長野正孝。で、ゲスト、MC になった、こういう、ことが、路上で、3度目の路上で、毎週繰り広げられています。はい、毎週毎週、辛抱強く、今日もやってきたんですよね。そうです。はい、そういう感じなんで、ぜひ、MC なんかチェックいただきたいと思います。またよかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。